第2章律令国家の形成1飛鳥の朝廷1今回は飛鳥時代のところのお話になりますでまずは朝鮮半島の様子を確認してで、ま、その朝鮮半島の様子を見た上でそれに対して倭国がどう対応したのかというか、ま、どう関わったのかみたいなところのお話になります朝鮮半島4世紀後半コウクリ百済新羅 カヤ諸国って言ってて言あると391年辛抱の年にコウクリと和国が交戦したっていうことがコウクリ皇太王の碑文に書かれてありますけれどもそれが391年辛抱の年っていうのは391年のことですと和国が軍を朝鮮半島に送ったっていう話ですねでこの頃コウクリがこう南下してダラやラギは圧迫してると。 いう状況でで百済白木がさらにこう開帳諸国を圧迫しているような状況でしたで5世紀次続いて5世紀いきますね5世紀になるとまあずっと変わらずですけれどもこの朝鮮半島でごたごたがまあ終わらないわけですねこうくりと百済が交戦するでこの時に百済は、えー、都ここに、まあ、今のソウルのところでね 大軍とかって呼ばれてたけれども勘定っていうところに都を置いてたのがえ高句麗の圧迫によってこっち側南へ雄心っていうところここに都を移す南する。それぐらい北からの圧力にやられてたのが百済。 じゃあ百済がなんとかこう国を維持するためにはって考えた際にはもうこのまま南へどん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 領土を広げるしかないんじゃないかとえ自分がこう国から圧力を受けるように次は南へつまり海安諸国へ、えー、圧,迫圧力をかけていってここに活路を見出そうそう考えたのが百済ですね6世紀になると百済、えー、に加えて新羅もまた 南下政策を行っていきますつまりカヤ諸国を圧迫していきます実際562年にチラキがカヤ諸国を滅亡させてますこういった朝鮮半島の情勢を踏まえた上で和国はどうだったのかここを見ていきますね まずは、百済の南下に対してどう対応しましたか。ここからいきます。百済が国から圧迫を受けた。そして、百、え、済、ー、自身もカヤ諸国へ圧迫をしようとする。まあ、南下しようとしたときに、倭国に声をかけるんですね。えー、それは倭国の拠点がカヤにあったから。倭国とカヤ諸国ってこれ仲良くしとったよね。密接な関係あった。なんでかっていうと、鉄資源を獲得したいっていうのが倭国の思い。 それから朝鮮半島からいろんな知識ノウハウを学びたいっていう和国の思惑から仲良くしてて和の拠点が諸国にあったでそんなところもあって、えー、クダラは「この辺り欲しいんですけれども」っていうことを和国にこう依頼した「分かりました」とかって言って「じゃあ差し上げます」って言って大友の金村彼がクダラに「カヤ諸国の一部」を。 上げてしまう、ね、そう「未満な4件」っていう風にここでは言いますけれどもこれを割譲してしまった、まあ、ちょっと考えられへんことって言ったらまあそうかもしれませんよね、えー、そこちょうだいって言われてはいわかりましたって、えー、自分たちのこう領土の一部を上げてしまったような感じだねでもちろんそれに対して批判の声が来る大友の金村何をやってるんだっていうところで、えー、弾劾 物の部のおこしが、えー、大友の金村を弾劾するそうすることによって大友の金村は失脚つまりここで何が起こってるかっていうと物の部氏による大友氏の排斥が起こってると同じ村地の中で大友ではなくて物の部の力が強くなってくるっていうのがこの後の話だね続いては新羅の難関について。 白ラの南下に対しては、倭国は、くダラとはまた別で、はいわかりました、あげますね、じゃなくって、527年、大和政権は出兵します。大和政権から軍が送られる。そして、九州を越えて、朝鮮半島に渡ろうとするね。しかしながら邪魔が入るね。それは、九州の北部で、岩井っていう、九州北部の豪族が、白ラと結んで、 当選簿するわけよね。行かせないぞって。大和政権としてはびっくりするよね。だって自分の管轄のもとにあると思ってたつくしの国の宮津子祝いが、まあ、反乱を起こしてる。白城と仲良くして大和政権にこう異を唱えているっていう状況、うん。で、まあこれに対して大和朝廷は、えー、さらに物述べ送りつけます。物述べの荒火っていうのがここで送られますね。そして物述べの荒火が 岩井を倒して、えー、鎮圧したっていうのがこの岩井の乱ですちなみにこの岩井が斬殺されて墓が作られますその墓を岩戸山古墳って言います岩戸山古墳ではないかと考えられてるってことだね、はい、え続いては国内の話をいきますね九太良白木の難関に対してどうだったのかっていうことを今見ましたけれども、えー、国内の情勢はどうなってますかっていうところでいきます えー、6世紀の半ばちょっと仏教が入ってきますね仏教のみならずえ儒教とかえいろんな学問渡来、まあ、人がたくさんやってきていろんなことを教えてもらうっていうのがこの6世紀です。仏教伝来に際して数仏論争が起こるえつまり仏教を受け入れますか受け入れませんかっていうことだね。受け入れますっていうのが即死。蘇 受け入れませんっていうのが物ノノ氏この二つの対立軸です蘇我の稲目それから物ノノベのおこしちなみに中富とかっていうのもこの配仏派受け入れませんっていう側ねで彼らの対立っていうのは彼らの子供の代まで続く蘇我の馬子モノノベの森屋 結局、馬子がモリ谷を倒すような形で、これが587年のことです。仏教を受け入れるということが決まった。そして馬子の独裁がスタートしていくわよね。権力を一点に握って。この後、陽明天皇が死んで、スシュン天皇が立てられます。しかしながら馬子はスシュン天皇を置き去りにしてというか、 スシュン天皇がいながら自分がこう政治をリードしていく。スシュン天皇としては面白くないわけですよ。自分が天皇でいるのに、馬子が何でもかんでもやってしまう。好き勝手にやってしまう。ないがしろにされてる感じがある。スシュン天皇は面白くなくって、うま子に対してこう、ネガティブな感情を持ってた。で、そんなことに気づいてる馬子は、 崇俊、えー、天皇に排除される前に排除しようっていうところからか崇俊、えー、天皇を殺すわけですね。大和の綾の与え駒っていうのを使って、えー、馬子が崇俊天皇を殺す。これが592年のことです。そして新しい天皇が立つ。推古天皇です。 飛鳥時代っていうのはまあこの水戸天皇とか蘇我の馬子馬宿つまり聖徳太子ですね、えー、このあたりの政治の場面のことを飛鳥時代って言いますね飛鳥に都があった時代です、えー、水戸天皇を中心に馬宿聖徳太子ですね聖徳太子は593年に摂政に任命されて、えー、政治に関与します、えー、そして蘇我の馬子 スイコ天皇がやることは、この怖い怖い蘇我のうまく押さえつけることですと。蘇我氏の力ってこれすごいわけよ。だって、物の部氏を排除して、えー、天皇さえも排除するって。まあ、天皇の力がそれほど強くないっていうのはここにあるね。大み家、天皇家の力は全然強くなくって、それと同等ぐらいの力を持ってる豪族がいるっていうことだね。蘇我氏がその一人。 蘇我氏は強大な権力を握って大君家さえも排除できてしまうそれぐらいの力だってでもトップは天皇だぞってそんな政治をやっていくのがこの水古天の聖徳太子ですどんな政治をやりますか594年仏教交流の御祈りこれは蘇我氏が数仏論争で物部氏に勝って仏教を受け入れるってことが決まったじゃあ えー、仏教を受け入れて寺作って、えー、仏さん作って事業を展開していこうっていうのが仏教交流のみ事の理数でからあの寺なんかも建てられます例えば馬宿所徳大使が建てた寺っていうと四天王寺それから法隆寺中宮寺とかってあるよねこの四天王寺に関してはここ馬子が守谷を倒したタイミングで えー、じゃあって言って建てた寺が四天王寺聖徳太子が建てた寺ね一方で蘇我の馬子が建てた寺として飛鳥寺っていうのがここではあります、はいえー、そうやって仏を作って寺を作って,作って、えー、国家運営をしていこうっていうのが仏教交流の尊その他やったことは何ですか603年間位12回 それから続けざまに604年憲法17条まずは簡易12回からいきますね簡易12回って何かっていうと、えー、12個の位を用意するで個人の才能に合わせて、えー、功績に合わせて位を与えますからねってその位を徳人礼信義地。で えー、これをさらに大小に分けて12個大徳小徳大臣小人とかって言って、えー、1 2 3 4 5 6る大小の2の12回に分けて、えー、個人に与えていくっていうのがこの簡易12回ですで、えー、これは今までの制度と何が違うの聖徳太子何がやりたかったっていうと今までは 個人ではなくてその氏に対して私は「あなたは大友だからじゃあ軍事の仕事をしてねあなたは曽我だからあなたは物のべだから」って言ってどこの家に生まれたのかによってええー、でランでランク付けされて仕事も決まるしかしそうではなくってあなたが優秀だからじゃあこの異界を上げるね あなたが頑張ったからこの医界をあげるねとかって言って個人の功績とか才能にを分けて授与していくで頑張ったら昇進もできる、まあ、極めてリベラルな制度を整えたわけやねで今まであった姿勢制度氏にカバネを与えてでランク付けをするっていう、えー、そんな姿勢制度の、えー、門伐世襲制どこの家に生まれたから お父ちゃんが頑張ったから、うちはこうだ。そんなところじゃなくてって、これをまあ打破するっていうところが、簡易12回だと。さらに憲法17条。こっちは、まあ、役人の心やね、これは。公務員はこうあるべきだ。大君家に仕える役人は、あなたたちは、えー、まあ第1条には、柔らぎを持って尊しと知って、仲良くしましょう。 えー、和をとと飛びましょううていいことが書いてあるで第2条には「えー、仏法、祖、仏、法師」この三法を厚く敬え仏教で国づくりしていくからねと第3章には「御事のりを受けたら、えー、必ず慎め」えー、つまり天皇からの命令には慎んで、えー、行動しましょう天皇に服従しましょうみたいなことがこの役人の心に書かれてあるわけよね、えー、つまりこの下院十二回も憲法十七条も 国家当選のために、えー、天皇が、まあ、一番だぞと天皇と豪族では天皇が上にいるんだぞ簡易十二回もそうでしょ天皇があなたに異界を授けますって天皇が上にいるわけですよ憲法十七条も天皇が役人に対して心へ示しますねってこれ従ってねってそういうことを言ってるわけだからこの聖徳太子は この,の力が強いんだけどここを抑え込みながらこっちに力を集中させるっていう中央集権体制を作りたたかったこれをやりたいというところで、えー、こういった制度の整備を行っていたということですで天皇家がすごいんだぞってそんなことを示すかのように天皇旗って言って 皇位継承の記述をまとめるそれから国旗国家成立の歴史神話をまとめる聖徳太子と馬子で、えー、共に編纂するのがこれですね、えー、こういった形で国家運営をやっていったでこの頃の国家について、えー、随所には、まあ、こんなふうに書かれてあると十、えー、0個の稲城が一つの国に 属していたここでは国の宮津子っていう地方の役職地位一つの国の宮津子のもとに10個の稲木が置かれてたそんなことが書かれてありますねはい、えー、続けていきますそのほか何ありましたかえー、607年遣隋使の派遣です大行3年小野の妹子が遣隋使として派遣される で、小野妹子がなぜ遣隋使として派遣されるのか、ここ行きますね。589年に隋が、えー、統一されるわけですけれども、この時の皇帝が楊権って言います。文帝。で、えっ、ー、と、この隋になぜ和国は扱いを送って、しかもこれ対等な外交をって言うんでしょなぜ対等な外交を求めたのか。 目的は何なのかということを確認します。えー、目的は、隋と和がこう対等で結ばれると、その元にある九だら、しらここに対して優位に立てるんじゃないか、そう考えたわけよね。和国はあくまでも朝鮮半島において優位に立ちたい。えー、ここでいう九だらやしら 諸、えー、国が、まあ、この時ありましたけれどもえこの朝鮮半島において倭国の地位を高めたいじゃあこれ隋と対等に結べば隋の下にある百済や新羅よりも自分たちは上に立つことができるんじゃないか手っ取り早いよねとそんなところで対等を求めたわけよねしかしながら、まあ、この時怒られるよね無礼だって言ってえこの時の皇帝が要件文帝の子供の要代って 言いますでまあブレーダっていうことも書いてありますねえ随所は国伝ですでえブレーダっていうふうに煬帝は取ったんだけれども、えー、ちゃんと礼を尽くすわけねえその場で小野の妹子の首をブスって跳ねることなくちゃんと小野の妹子を返して、えー、608年翌年には当霊師として廃政姓を倭国に 送ってくれるじゃあ何でそんなことわざわざやってくれたのか今までは倭国と中国の関係性はこう対等ではなくて中国が上で日本が下っていう関係があってで対等にって言ってきたよね。無礼だって言いながらもちゃんと、えー、丁寧にトレーシも送ってくれたっていうのは隋が倭国とこういい関係を築いておきたいってそう思ってたからね。 なんでそう思ってたかそれは、隋がコウクリと対立してたから。まあ、この時、この大陸の状況っていうのが、えー、この対立関係が、まあ、ごたごたしてるわけやね。で、隋とコウクリが対立していた。ここで、倭国とも対立したくない。っていうのが、まあ、隋の考えだろうね。一方で、倭国はコウクリと仲良くしてたから。あ例えば、コウクリからは、 ドン長が7世紀にやってくるでしょ神住絵の具の製法なんかを伝えてくれるのがドンチョウはそうやって渡来、えー、人がやってきたりしてるさらに聖徳太子の仏教の師匠これエジって言いますけどこれも高句麗からやってきてますで日本に滞在して、えー、密接な関係をっていうふうに隋、まあ、は見てただろうねとそんなところで倭国に対しても礼を尽くしたっていうのはこの時ですと。 それからこのハイセイセイが次は、和国から隋に帰るときには、一緒に、608年一緒に、留学生が留学させてもらう。高婿の黒ロ、水淵の昭安。民、お坊さんやね。で、彼らは、 随で学んででこのあとができるわけよね618年に党ができますけれどもえそんな姿を見て帰ってきます隋から党ができるそしてその党のえ政治システムっていうのは素晴らしい堅実な、えー、政治システムだっていうのを見て帰ってくるわけよねで帰ってきた彼らは大化の改心にえすごい影響を与えていくいつの時代も一緒やね岩倉使節団でもそうやって留学して帰ってきた連中が 国の中の中制度をどんどんん整えていくまあそんなところはこういったところもまあ一緒だなっていうふうに見えるところでちなみにこの民とかが帰ってきて塾を開くわけよねでそこの塾には蘇我のイルカとかが学ぶわけ中富の鎌辺りとかもね、うん、まあそうやって自分たちの得た知識とかっていうのを今度は還元していくわけよね。はい えー、最後です。614年、これが最後の遣隋使になります。犬神の御襷。彼が最後の遣隋使として派遣される。そして618年に唐、えー、が起こって、630年にもう一回、えー、遣唐使を、一番最初の遣唐使を派遣しますけれども、えー、その時の 最初の検討しの大使がこの犬神の三田好きです。はい、えー、以上です。アスカの朝廷（括弧一）というところで、えー、まあ主に水谷天皇聖徳大使のまあ政治について見ました。お疲れ様でした。